安川原の戦いは、元気元年6月4日に、現在の滋賀県安市で起こった合戦。おちくぼ合戦とも呼ばれる。織田信長は、朝倉義陰政党の途上で、浅井長政の離反に相配隊。体制の立て直しを図り、宇佐山城に、森義成、長原城に、佐久間信盛、長光寺城に、柴田勝家、安土城に、中川重政を配置した。 そこに、観音事情の戦いで、信長に追われ、伊賀に逃げていた、六角義方、義春富士が、甲賀武氏たちと急合し、北進する。六角氏側にとっては、大海一円の四百年にわたる支配権を奪還する、最後のチャンスとばかり、それまで得意としてきたゲリラ戦的な構想を捨て、奇襲の最下、伊勢の本願寺門徒にまで声をかけて、兵を揃えるなど、 正面攻撃の準備を整えていた。元気元年6月4日、六角軍は安川の左岸に信長の重臣、柴田勝家、佐久間信森は右岸に布陣。当時は連続的な堤防もなく、つぶてと砂だけの平坦地である安川原で両軍が衝突した。落ち窪で交戦の末、六角方の三雲正し持ち伏し、河野瀬、水原、伊賀、 甲賀州780人が討ち取られた。六角親子は、戦場から離脱し命だけは取り留めたが、以降、大海一円の支配権は、信長のものとなった。三雲、三上一族など、地域の土豪は信長が駐在していた、滋賀城へ出資し、事実上降伏した。その後、六月二十八日には、織田信長、徳川家康連合軍と、浅井 朝倉連合軍の姉川の戦いが起こり、浅井、朝倉側が敗退する。しかし、石山本願寺と三好三人衆が、摂津方面で構成を強める中で信長の優勢は、わずかな期間に終わり、9月に入ると、浅井、朝倉連合軍は、大海の小田領への侵攻を開始し、六角府死も再び放棄して、滋賀の陣が発生することになる。 安川らの戦いに先立ち、柴田勝家の守る長江事情で、戦いがあったともいい、この時のエピソードが、びんわり、柴田の名の由来となっている。しかし、この話は、部下時期が初出であり、事実ではないと見られている。部下時期によると、元気元年6月に、六角吉方府氏は、長江事情を囲んだ。義方は、豪民から、長江寺内は、 水が出ず後ろの谷から駆けといで引いていると聞き、平井仁介に水源を止めさせた。勝家は残った水を入れた瓶を三つ並べ、このままでは貸して、死ぬのは疑いなく力のあるうちに必死の戦いをしようというと、皆が賛成した。そこで三つの瓶を打ち割り捨て、翌十六日に場外へ打って出て、六角の旗元を切り崩し、安川原で三雲、 こうのせ、水原の六角勢を打ち取ったという。ここでは、これより勝家を俗に、壺あり、柴田、鬼柴田と呼ぶようになったとする。この話は、次第に、尾ひれがつき、常山治団では、六角側が水源を立った後、平井仁助が、和平の使者に立って城内に入った。対面の後、長寿を買うと、勝家はこうに水を入れて、 故障二人で担いできさせ、神助が手洗いを済ませると、残った水を庭に捨てさせた。神助が帰って城内には、水が豊富だと報告し、六角川は困惑。勝家は、最後の縁をして、水を皆に飲ませると、こう、眉尖り刀の石突きで砕き、夜明けに、六角川を吸収して大敗させ、八百余の首を上げた。信長は勝家に感情を与え、 これより勝家を世に、交際理、柴田と称したとなっている。絵本対抗期の瓶割り、柴田、絵本対抗期になると、元気元年5月21日に、六角軍は、兵八百余人の牢上した、長降事情を攻撃するが落ちず、六角側に、多数の死者が出た。吉方は、過労、三雲新左衛門と測り、城中への水源を止めた。方は、 平井仁助を使者とし、勝家に、死卒の除名を条件に幸福勧告を行うが、勝家はこれを拒絶した。仁助が部屋を出ると、多数の兵が庭で沐浴していた。仁助は帰って上中には、水が十分にあると報告した。一方、勝家は残った水がめ三つを庭に置き、これから討ち死にしようと思うが、老夫母や幼子のいる者は城を出て、 落ち延びよというと、誰も逃げる者はいなかった。勝家は皆に思う存分水を飲ませると、もはや蓄えは無用となぎなたの石突きで瓶を砕いた。6月3日、早朝、勝家は、敵が油断しているところへ打って出て、304人を打ち取り、吉方は、石部城へ落ち延びた。信長は勝家を称えて、手図から感情を与え、これより、世人は勝家を、 ビング割、柴田と呼んだとする。ここでは、佐久間信盛は登場せず、代わりに、木下秀吉が手柄を立てている。長浜城にいて、長江事情の求城を聞いた秀吉は、勝家なら、簡単には落城しないだろうと踏み、この間に、吉方が留守のなまず工場を攻め取れば、長江事情の囲みも時計一挙領得と考える。秀吉は、加藤清正と、 福島正則に、平泉を預けて出陣させ、計略を用いて、ナマズ工場を乗っ取る。しかし、この頃の清正や生息はまだ子供のはずであり、秀吉が、長浜城主になるのは、天正元年、ナマズ工場落城もその年で、実際には、佐久間森正、ガもうカ秀、ヒ長秀、柴田勝家によってであるから、この話は、全くの創作に過ぎない。 ありがとうございます。